ます。今日は2023年9月3日日曜日、今日は何の日でしょう。男塾の日です。ちゃうちゃう YTT33K の開催日です。今日はこんな天気に恵まれ、最高の日となりました。暑いのが心配ですが、今日一日楽しんでいきたいと思います。YTT とは切っても切れない関係の昭和メリアス、そして展開ブランドオレノさん、今日はブース出していただいております。1ヶ月 YTT とズブズブのオレノと申します。よろしくお願いします。ノーマルさんでございます。いつもありがとうございます。こちらこそオレノさんはですね、ソックスからアームスリーブね、これは日焼け止め効果 94% ですかね。そうです。そして速乾、まあ、一番の売りはこの滑り止めです。これがシューズとソックスを一体化させて、坂を登ってもパワーロスがない素晴らしいソックスです。はい、そして続いていきましょう。協賛していただいております、いつもありがとうございます、大塚製薬株式会社様でございます。今日はかの有名なポカリスエットとかの有名なクリスタルカイザーをご提供いただいております。いつもありがとうございます。またこちら今年ご縁がありまして、これご提供いただいております。北柔道秀信さんのアンドゥ、これはねスポーツエイトのこれが、ね、塩入りと塩なしですね。ものすごくランニングバイクスポーツ時の栄養補給塩分補給に最高です。これを一度食したらもうこれしか無理な体になっちゃいますんで、気をつけて食べてください。そして座っておるので身長が分かりにくいですが、ミスター YTT です。よろしくお願いします。これ立つと3メーターぐらい身長あります。わーうわー、おお、テントいた。よろしくお願いします。楽しんできてください、今日は、はい、今回特別にこの YTT ステッカーが出来上がりました。皆さんメッセージいただければ通信販売もさせていただきますので、ぜひ購入の方よろしくお願いします。お願い。いやもう間違いない間違いない。いやいやいや、おはようございます。今日は、はい、エナジーにしてると、エナジーマムシの安文でマムシやる気元気マムシ。今日はエナジーさん、そしてサルインさん、森島さんをYTT33K に来ていただきましてありがとうございます。イエーイイエーイ。この1年ぶりの待ちに待ったこの YTT33K 最高ですね。去年もめちゃくちゃ盛り上がりまして、そう来ていただいたおかげでめちゃくちゃ盛り上がりました。打ち上げまで、あ、そうです。で、打ち上げまだ漫画だけやりますよ。これだから打ち合わせ全くないんで、この33キロを走りながらネタ合わせして、33キロなんでめっちゃネタ合わせできるんですけど、去年は僕が漫才めっちゃ見せりましたね。毎年1回今日限定のコンビです。来年この2人で M1 出るかもね。マムシエナジー、マムシエナジー、マムシエナジーで完全になんかアカンドリンクみたいな、アカンドリンクみたいな名前ですけど、変な元気で、ね、変な元気出していきましょう。じゃあ今日楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。ブリーフィング始めます。ちょっと楽しんで最後までゴールしたいと思いますので、一日よろしくお願いします。皆さんおはようございます。というか、まあ、少しちょっと説明させていただきます。コースの簡単なマムシいますので注意してください。吉本興業の、3人、今日
今日はあの芸人さんの方来ていただいてますので、どうぞ。さお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。走ります。吉本から来ました、僕が、奈良県住みます芸人ジッテリンジのエナジー西出です。よろしくお願いします。そして、あ、西出さんの後輩で、黄昏の森の森島と申します。お願いします。あ、来た。はい。そして奈良市在住のカタカナ4文字サルインと申します。よろしくお願いします。あの去年もこの3人参加させていただきまして、はい、めちゃくちゃ楽しいねレースで、森島くん、あの去年初トレイルランレースがこちらでね、初トレイルランレースでここで走って早かったっていうであのカバーもらいました。頑張りまして楽しかったね。今日はもう一個持って帰りだと思います。もう今日もやる気満々で、今日は本当に皆さん、あ、ちょ、森島、皆さん、あの奈良にゆかりがありまして、奈良大学、奈良教育大学です。奈良教育大学、奈良教育大学の方、奈良教育大学なら俺ます、もしかしたら。いやですね、あ、ちっちゃい大学。出身は石川県なんですけど、奈良好きすぎて奈良に住んでます。はい、奈良市から来ました。石川県出身の人います。え、嘘。あ、イエーイ。ちょっと、あの後で、はい、もう、あ、うまい。去年のもう、ずっと喋った、ずっと喋った。ほんで、今大阪に住んで、劇場で、大阪の南蛮劇場で、漫才してるんですけど、地元が四季郡、三宅町なんで。四季郡の方、三宅町の方います。三宅町の方、はい、あ、え、去年同じ寮で、あ、そうですよ、三宅町の方。けんじゃんけん、はい、グー、オッケー、ナイナイナイ、おい、グー、サイン、ほんともう、あら、はい、じゃあ、ちょっと待って、じゃんけん、おめでとうございます。あれ、はい、そうで、ほい、はい、こで、ほい、お礼のじゃんけん、じゃんけん、はい、おめでとうございます。俺のじゃんけん、じゃんけん、はい、あの、僕作ってるこの T シャツなんですけど、エナジー T シャツ、拍手。すいません、俺のさんの後で弱いっすね。せーの、エナジーじゃんけん、じゃんけん、はい、グー。じゃんけん、はい、ちょっと、指ばさん、拍手。ありがとうございます。あの帽子かぶられてる方はちょっとあの上げ気味で、これ最高の笑顔で、あ、もうちょい、これでいけるかな、はい、オッケー。これは最初、いよいよスタートしましたね。スタートしました。汗が、すでにちょっと感極まってるんじゃないですか。大丈夫ですか。これは心が出ちゃいますよ。頑張りましょう。走らないと万葉展望台0.8 キロ。夏の朝、蒸し暑い、セミの声。ちゃんと見守っとこうと。しんどいところで。丸太危ないな、これ。丸太危ないんちゃうか。谷さん、気をつけてください。はん。いや、ほんまに気をつけてください。危ないよ、危ないよ。ビューポイント。雨あるんで、雨。ああ、豊さん。どうも、ありがとうございます。もうずっと昨日からハンモックで寝てました。ああ、お疲れ様です。誰かと思った豊さんや。
もうすぐやね。本当はやっぱりね、ダイヤモンドトレイルに終わったら、みんな真っ黒になります。はい、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 次、はい、はい、はい、いいや、いいや。やばい人の話大丈夫ですか？ようやく下り、下っからこっから。ナイスな。ナイスワーナイスワー。時間が9時23分、もうすぐ三山神社の、まあ、そこで灯籠亭さんというお店がありました。そこで移動いただきます。会いました今年も。ありがとうございます。私もユズで、ユズで、あと山椒とニンニクと、ニンニクで、ニンニクで、もうニンニク美味しい。天スタ、天スタ食べてるみたい。まあ、めっちゃ匂いますよ。めっちゃ匂い、めっちゃ匂い。ニンニクエナジーで。ここではこんにゃくかとちもちか麦もち選びます。私とちもちにしました。ちょっといただいてみましょう。大丈夫、先っちょだけ。お餅の食感、とちもちの食感とあんこ、こしあんですね。とても美味しいです。甘みもバランスよく、そしてこの走る時には最高。行ってきます。ありがとうございました。終わり。エナジー、もうちょっとで、エイドできないの。めちゃめちゃ美味しいです。今日はお二人はあれですか、申し合わせて上と下の色こう違うテレコで違うはずこうで。何があるんでしょう、何があるんでしょう。お、はい、お疲れ様です。いただいてみましょうかね。今日何回か。じゃあ、まゆみが最高だ言うたね。マユモンの言うたね。マユモン、サイモン、サイモンか、サイモン、サイモン、サイモンが取れた。最高です。いや、今ちょっと下からね、競争してくるんで、その1位の人を取ろうと思って先に観音寺まで上がってますけど、やっぱこの坂めちゃめちゃきついっすね。今ずっと歩いてきてるけど、もう息が切れますね。さあ、ここ1位で走ってくる人はどんな人なんでしょうか。楽しみですね。ようやくゴール地点に着きました。ぶっちぎり、ぶっちぎりですね。ところゴールです。すごいすごい。めっちゃぶっちぎり。おめでとうございます。直田さん。直田です。直田さん。ありがとうございます。ありがとうございます。きつい。2番手です、2番手、2番手。
の門馬ですか。門馬です。門馬です。はい、2番手。あ、そうか。3番手。はい。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。無理すごかった。はい、お疲れ様です。あ、1位ですね。どこまで、あの門までです。女性1位はオッチーさん。おめでとうございます。商品ゲット、商品ゲット、ありがとうございます。すみません、なんかねえ、まあ、歩いてきただけやけど、お疲れさんです。さすがにノンストップは答えますね。はい、きつそうじゃない言い方が。いやいやいや、ぶっつ切りです。足パンパン、足パンパン。マジでぶっつ切り、ほんまに。足パンパン。足パンパン。もうぶっつ切り、ぶっつ切り。もう全くもちろん歩かず。一応歩かず。歩かず。ずっと走って。何もなんですか。万人みたいな。よし、通れ。飛行機もエアも全部。あ、全部つけてね。音羽山、到着851m です。平井さんも爽やかやもんね。あ、ちょうど行った頃に、こんな美味しそうなものが、アンドゥーが、アンドゥーがある。疲れた時にこんな爽やかな色は目に優しいですね。ではいただきます。あ、ここだけちょっと行けるようになってるじゃないですか。全部開いたらね、飲みやすさもジョボジョボってなるんでね。よっしゃ、いただきます。うん、やらかあんこ、やらあんですね。やらあんすか。ぜひ皆さん、やらあんをよろしく。あれ、まさか今ネタ合わせ中。え、どうなの。いや、走りながら考えるんで。ああ、あのランナーズハイなんで。はいはいはい。あの、おもろいな、おもろいな、止まった、出るもんなんじゃない。よいしょ。よいしょ。今日は889m。 オーケー。よっしゃ、二山目到着。これよ、これよ。ここはね、本日のね、あの最高標高の熊ヶ岳。最高標高ですね。本日の一番高い。今結構登りましたもんね。やっぱ声量がちゃうんですよ、声量が。朝日奈央大好き、奈良の上地雄介です。ニートレール。
サルインさん、ここめっちゃなんかいい感じの道がめちゃめちゃいい感じですよ、ここは。ちょっと気持ちいいところじゃないですか。行ってくれないと。この大峠とはね、昔神武天皇がですね、九州から船に船ここ来はって、なら都をしはったんですか。なんか去年そんなくらいやったわ、思い出した。あの時も赤着てたね、そういうの。そうです、そうです、ね、YouTube 見たら、うん、僕めっちゃ目立ってたんで、赤色絶対赤着ようと思って。今思い出したわ。こっちやったわ。じゃあ、もうサルインさん、よかったらじゃあ、行ってください。行きます行くぞマジでこっち？マジでこっち？マジでこっち？あっちあっちあっち。お前、いや違う。セーフセーフ。あ、お前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 。今の天然な。わざとちゃうの。いや、行っちゃってください。もう無理、もう無理、もう無理、もう無理。すごい風気持ちよすぎる、う聞こえてた。これあれやな。見ざる。見ざる言わざる。何ざるやこれ。何ざる。これ何、あ、これ笑わざるやで。これ笑わ、この伝説の。何を叩かれても怒らざる。怒らざる。怒らざる。笑わざるか怒らざるか。あれ面白いこと言うてや。動かざる。ちょっとツンツンしてみました。あ、ツンツン。おお。なんかの、なんかの生き物かな、これ。ああ。チン。子供か。チン。笑ってますよ。何食べるんですか。福寿堂秀信さんのアンドゥをいただきます。これ今切ったんですけど、ゴミがのって、あの、散らないようにこうくっつくようになります。これ塩入りの方です。ワンショットで。いただいてみましょう。うん。あんといってもさらっと飲めて、全然あの行動しながらでも飲める、あの柔らかさ、こんな感じで現れる。うん、むちゃくちゃ甘いっていうこともないんで、さらっといけます。さらっと飲めるようかあんと、美味しいです。皆さんもぜひ試してください。どうぞ。
ちょっと40分か50分ぐらい走っていたらスタートしていけへん、はいはい、で走ってレッドさんがおってであレッドさんなんでこれでこういうんですかって言ったら、うん、それは何を食べるんですか。これすごいですよ。やっぱランナーの方ってもういろんなの考えてるじゃないですか。これ1個で100キロカロリーのあんこの飲む羊羹、もう発想すごいですよね。ここもうかまんでいいっていう、それがもう分かるっていう。一気にいくな、一気にいったなめちゃくちゃうまいです。このえ、あの結構他のサプリメント甘いだけとかあるんですけど、めちゃめちゃあんこ美味しいですよこれ。福寿堂さんだってこれ飲みやすいから、あの結構あのフルマラソンの時のやつとかガッきますやん。もうちょっとしてからまた行くんですよ、これすぐ行けるもん。あーさすが飲みやすいから嫁あんこの素材がより風味豊かに感じれるのは無縁。あ、無縁。米、あんこのこの風味逆に引き立たしていきたいったら有縁。あ、なるほど。どっちもめちゃめちゃあんこ美味しいです。さすが和菓子屋さん。アントゥエナジー。エナジー。イエーイ。ちょっと元気出たほんまに。ありがとうございます。ありがとうございます。よし、行きましょう。まだまだ行きます。シェ。みんな行けるか、サルインが行けるか、行けるか、サルインが行けるのか、みんな元気そうで嬉しいです。では先頭の方どうぞまたこけるぜ、またこけるぜ目立つわ、ここがグッグーTT 名物やったりですね。楽しいね。あ、楽しくないね。楽しいね。滑っても楽しいね。軍手着用で軍手着用で本当に遅いです。毎年走れなくなっていて、着々と走れなくなっていて、お疲れ様です。ちょうだい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 。結構ワンカップの量を持ってめっちゃうまい。うまいっすか。生き返りますね。あと何キロですか。あと10キロぐらいかな。マジか、何キロやろ、もう忘れた。まあ、僕もまああの最低限はやっぱりね。そうですね。次は20度目さあ、ということで、あの誰でも皆さんさんが OK です。エナジーじゃんけん、はい、勝ちのみです。エナジーじゃんけん、じゃんけん、はい、じゃんけん、はい、行こうで、ほいやばいよ、空気やばい、おい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 、空気全然やばい、強い、プレゼントしたいと思います。サンちゃんからちょっと一言。サンちゃん、はい、ありがとうございます。サンちゃん、一言。はい、このままじゃん、これ、このままじゃん。
あ、ここが喋ったらと聞こえてます。聞こえてんの？あー、デジ飛び出たよ。ここ押したらあかんで。そう、うん、入ってんの？入ってんの？もういい。はよ喋る。いや、突然振られて何も動揺してないです。あの、皆さん楽しんでるのを見て、こちらも元気いただきます。あの、毎年あの参加してくれる方、今年参加してくれたけど、来年もちょっとまだ終わってないですけど、またあともう一つありますんで楽しんでください。サンちゃんありがとう。はい、すぐ忘れますんで言ってください、ね。私も忘れそうです。郵送式。オッケー。ほんなら言ってください。閉まらんか。言うこと全部言って。これは閉まらん。じゃあ行きます。すんまへん。今日そうしたらあの芋峠の江戸のママへママのママ、はい、そうめん。最高でした。名物になりました。生きたわって何言うかも。はい、よっしゃ、元気。まだまだ少ないね。これジャンプもできる。もうなんか今のね。さあ、高取城到着。高いバイク乗ってる人でも、今日か。今日はね。ヒントもらってパタゴニアの靴あれか。あれ一番ね、発狂はね近畿であれか。いやいやいや。あっちのあの。あれかな。発狂？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 こっちこっちこっち。ふったの兄さん。岩さん。そらそやな。そらそやな。じゃあ変わるよ。その取り方おかしいやろ。面白い。あれね、QR コードで受け付けたら。奈良の上地雄介、好きな芸能人は朝日奈央。まだ言うとる。好きな芸能人は広瀬すず。今風じゃないですか。今風じゃないですか。ガチのやつ。昔大黒摩季言うてた。じゃあ今は井川遥か。結婚してもっとようになったな、井川遥かは。だんだん生々しい。ここやね、第1回で大塚さんが蜂にやられたところ。もうそうああ、いやいやいや、無事にトレイル終了。
豆腐いただきます。引っかかっちゃいました。うん。終わり終わり作業ね、これ。あー、うまいうまいうまい。めっちゃうまい。うまい。何や、勘違いか。急になんか体が軽くなった。勘違い。ほーらほら。どんだけ歩いてるわ。やべっか。でもなんかいい時間に終わりますね。ね、今度なんか一番綺麗。ゴールが見えた。トライアイの声が聞こえてきました。ゴールが近いようです。今日も天候に恵まれ、そしてあの山の上では強い風が吹き、予定通りぐらいに帰ってこれました。これも一重にボランティアさん、協力してくださった各企業、各お店、皆様のおかげだと思います。泣いてる心の汗です。そして今僕たちはゴールします。こんなに楽しい日が終わってしまうと思って悲しいですが、みんなでゴールに向かって走ろうぜ。カムスさんお疲れ。今年やるに元気。お疲れ様でした。お疲れ様です。おはようございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。